それでは続きまして三つ目の講演へと進めさせていただきます胃がんの抗がん剤治療辛くない治療を目指してというお話を岡山再生海総合病院内科内視鏡センターの那須純一郎先生にご講演いただきます那須先生のプロフィールにつきましてもお手持ちのプログラムに掲載をさせていただいておりますのでどうぞそちらを合わせてご覧になってください それでは那須先生どうぞよろしくお願いいたしますはい皆さんこんにちは、えー、私の方は岡山再生会総合病院内科の那須でございます胃がんの抗がん剤治療辛くない治療を目指してと題しましてお話しさせていただきます先ほどまでのお話が胃がんの診断から手術、えー、といったお話でしたが私の方は、えー 進行した場合の手術とということでですね、まあ、胃がんと一口に申しましてもいろんな病気の状態の方がおられます、えー、私の方では病気が広がった方についてのお話をさせていただきますで、えーまあ、本日伝えたいことを最初にちょっとお決めに出しましたがまず胃がんになった時に大切なことですねまず胃がんのことや標準的な治療について 正正しい知識をを得得るるこことととがが大切だと思っておりますす確な情報をです、ね、得ることが必要です、まあ、推薦している図書としてはがんになったら寧に取るガイド復旧新盤というのが、まあ、国立がんセンター、えー、研究病院の方で作られたサ a シがありますのでこれは公的な冊子としてはおすすめしたいと思っております岡山大学病院にも置いてありますし岡山再生回想病院の方にも置いております 一方でですねすぐに無料で入手できて安堵する内容だからといった意味でインターネットの不正確な情報を、ね、鵜呑みにする患者さんが、えー、の危険性が指摘されております。まあ、医療の記述に問題があるインターネットサイトがありまして去年問題になって閉鎖されたことを皆さんご存知でしょうか。ね、出どころが どういった情報なのかですね個人の日記みたいなページです、ね、を見てあ、この治療いいんだって言って、それを非常に信用してしまうケースですとか、この場合もです、ね、あのまあ、会社がある会社が作ってた情報ですけど、実は非常に中に無の問題があったということが後で分かりました。あとですね、代替療法でリスク上昇したという報告が出ております。 これは9月ですね、先月に、えー、見つけましたけれども、まあ、代替療法がリスクを2.5倍、がん標準療法と比較してということで、これはアメリカの記事ですけれども、まあ、がんの治療で、アメリカの方ではですね、ハーブやビタミン投与っていうのがよく、ね、されるそうです、日本ではね、違うあのキノコとかいろんなものをですね、ちょっと国によってそういう代替療法のブームが違うそうですけれども、 そういったものを使った患者さんが5年以内に死亡するリスクを調べたという研究があのエール大学で発表されたんですね。そうすると5年生存率は4種類のがん全体では代替医療を選んだ患者さんが55%、標準治療を選んだ患者さんが78%ということで、まあ、亡くなる確率が2.5倍になったということですね。そそしてうういう代替医療療、まあ、民間療法を 選んだ患者さんは、まあ、標準医療治療を選んだ患者さんよりも、まあ、若くて収入があって学歴が高い方が多かったということが言われております、はい。ですので、胃がんのことや標準的な治療について正しい知識を得ることを皆さんにお勧めしておりますので、今日はまさにそういった回だと思っております。そして、えー、次にですね。 よく話を聞くことが必要です、まあ、今日この場に患者さんがにあたる方がどの程度おられるかはちょっとわからないんですけれどももしそういう方がおられましたら、えー、私はどうでしょうということを一番よくご存知なのは担当の先生なので、まあ、担当の先生とよくよく話をすることを勧めておりますそしてそういったことは、えー、周りに身の回りに相談する相手がいるでしょうか 今日お一人で来られてる方も多いかもしれませんけどああ二人で来られてる方もおられますかねあるいはお家に帰って今日こんな話あったよとかそういう情報共有したりあだねこうだねっていう相談相手がいらっしゃるでしょうかねそういう方が身の回りにいるととてもいいと思います はいでえー、ここから、えー、今日の本題の方に入っていきますけれども、まあ、先ほども、えー、前の演者の先生にもありましたように、えー、ステージって話が、ね、出てきてましたねステージって何だろうっていう方もやっぱりおられます、えー、病気分類というんですねがん細胞の広がりを、まあ、1から4に分類したものですステージというのが基ですねにあたりまして転移、えー、には まあ、リンパ構成転移、リンパ管という血管の一種です、ね、を伝わった転移、それから血行性転移、血管を伝わった転移、それから覇種、えー、米粒のようにです、ね、ポロポロと内臓の隙間にこぼれ落ちて、えー、転移するという3つあります。そして、が、え、ん、ー、が最初にできた場所を原発層と呼んでいます。 そして広がった先のところを転移層と言います。これもよくある質問でよく間違えられるところなんですけれども、説明すると、胃がんが肝臓に転移した場合は診断は胃がんなんですね。肝臓がんと胃がんができましたとは言わないんですね。肝臓がんとは呼びません。そして、胃がんに有効な治療をします。肝臓がんの治療と胃がんの治療を2つするのではないんですね。そして 病気ステージごとに治療法やその想定される予後が違います繰り返しますけれどもステージ4はまが、あ、んが他の臓器に転移した状態を言うんですねそして、えー、ステージ4イコール末期がんですかという言われる方もおられるんですがそうではありません末期がんの定義は、えー、厳密にはありません、えー、実際 病院で診断された時にステージ4でしたけれども、まあ、全く症状がないといとう方もおられるんですねこれはまあ医学的なものですけれども胃がん取扱規約という学会が作った分類がありましてこの複雑な表に従ってこのステージというのが 1>, まあ1から4までありますよって言いましたけれども中が ABC とかに、ね、細かく分かれているんですけれども、えー、先ほど手術の加賀先生の話とかはこの辺の話だったんですけれども私はこの4というところですね遠隔転移他の臓器に転移をした患者さんについてのお話を担当させていただきます、まあ、写真をお見せしますとですね、胃がんがこのようにできて えー、肝臓に黒いところですね肝臓の横断面の CT 写真ですけれども黒いところががんが転移したところなんですねこれを、まあ、抗がん剤の治療を使うと胃のがんがすごく小さくなって、まあ、ここにあるんですけども肝臓のがんがすごく小さくなっているという写真でありますが肝臓に転移した場合の症状はです、ね、ほとんどないんですね、えー、なんでこんなに転移があるのに症状がないんですかという質問もやっぱり よくありますが肝臓はまあ沈黙の臓器と呼ばれてますように症状ほとんどないんですねもちろん胃の方は場所によると思います胃の出口を塞ぐようながんであれば症状があるかもしれませんが、あの場所によっては症状がほとんどなかったりちょっと食欲がないなということもあまり気にされない人は症状があまりないと感じられる人も結構おられます あと、腹膜破腫というがんの広がり方の状態をされる方もいるんですけれども、このように、このグレーの部分は、腹水、水ですね、水が溜まっているんですね。この白いもやもやしたのは腸です、小腸。腸の周囲に水が溜まってですね、腸がキュッと押しやられて、お腹がポコっと出てますね、これ、腹水が溜まった状態です。このような転移をした方は、さすがに症状がありまして、 腸がこのように押しやられますので、便秘したり下痢したり、お腹が痛くなったり、お腹が張るよということで、病院を受診されて気がつくという方がおられます。こういった場合は症状が非常に出やすい、この方も治療することによって、このように水がなくなったよという写真になります。こういった状態がステージ4ということになります。次に治療の話に移、ねえー、ってまいります。 まず標準治療は抗がん剤です。症状に応じて緩和医療を行います。抗がん剤は、まあ、体力がある患者さんには延命効果が証明されています。残念ながら見つかったときに体力がない、つまり例えばですね、もう寝たきりに近いような状態で病院に来て見つかったという方は抗がん剤をしない方がむしろ良いという場合もあるという意味ですが、来られたときに症状が ない方でああれればあるほど延命効果が証明されております一般的に抗がん剤は延命目的であり完治は困難です、まあ、言うのはつらいですけれどもそういう患者さんにはこの情報は最初にお伝えしていることであります100%ということではないんですが、まあ、一部の患者さんで手術をすることが ありますが大部分の患者さんでは抗がん剤を主体の治療ということをお話ししておりますさてここで標準治療という言葉が今まで何回か出てまいりましたが皆さん標準治療って何だかわかりますでしょうか標準治療って聞いたことある方どのぐらいありますか皆さんかり聞いたことありますよね えー、よくある会話でまた持ってきたんですけども標準治療をしましょうって言ったらですね標準治療は嫌です先生もうお金はいくらでも自費で払いますからもう最新の薬を投与してもらえませんかもしそういうことをしてる病院があったら紹介してもらえませんかという、ね、ことを言われる方が時々おられます、えー、しかしそういったことは私はお勧めしておりませんしそういったことは患者さんにマイナスの場合がやはり ありますす標準治治療療とはですね最良の治療のことですこれ日本語の訳語が悪いのではないかと私は思ってるんですけれども海外で言うとスタンダードテラピーなんですねスタンダードというのは日本語にした時に標準ってしてしまったのですが他の訳語としては最良の医療とした方が私はいいんじゃないかと思っておりますこれは国立がん研究センターのホームページから持ってきましたけれども標準治療とは「 科学的根拠に基づいた観点で現在できる最良の治療であることが示されある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言うんですねなお医療において最先端の治療が最も優れているとは限りません最先端の治療は 開発中の試験的な治療としてその効果や副作用などを調べる臨床試験で評価されそれまでの標準治療より優れていることが証明されてそれで初めて標準治療になるよということが書かれてありますので多くの患者さんにフィットする治療がこの標準治療だということなんですねもちろん患者さんの個々の状態に応じて主治医が治療を工夫していくということは十分ありえます はい、そしてその標準治療は臨床試験の積み重ねでできております臨床試験聞いたことありますかねこれは1層2層3層4層というものがあるんですけれどもそれを積み重ねることによって治療が成り立っております例えばその第3層と呼ばれるものは標準治療 A と比較して標準治療 B というものがあって でそれを、えー、ランダム化比較第三相試験ランダム化という、まあ、この試験にちょっと患者さんにお願いして、まあ、入っていただけませんかということをお願いしてランダム化これは主治医の意見や患者さんの意見によらずこの,試験あこの治療とこの治療に割り付けるわけですねそしてその治療が、えー、どちらが優れているか。 私はこっちに入りたいから先生こっちお願いしますとかいうのではなくて、えー、こう無作為というんですけどねもう、えー、に割り付けてどうだったかというのを検証するこれが科学的に最も高い信頼できるデータと言われる方法でありますそして、えー、胃がんのステージ4の治療は そういうい臨床試験を積み重ねることによって昔 5AFU というお薬の持続注射という方法だったんですけれどもそれが S1 という治療になりその次に S1 とシスプラチンという治療になり近年では S1 とキサリプラチンという治療をどちら選んでもいいよということに変わってまいりました。 実際の流れですけれども治療の流れ胃カメラや外科手術によって細胞の検査をして細菌をハーツという物質を調べることになっておりましてこれはがん細胞の表面に存在する分子でこの分子を持っている方は12割と言われていますそういう方はトラスズマブというお薬を使うといいことが分かりましたので最近は先ほどの腸にプラスしてトラスズマブというお薬を えこれらに加えると良いということが一次治療として使われるようになりましたそして、それでもし病気が悪くなった場合は二次治療としてドセタキセル、アクリタキセルというお薬をまたはイリノテカンという薬を使ってもしそれでも良くなかったら3次治療使っていないものを使いましょうということがガイドラインというんですけれどもそちらに載っております。 これがいろんなお薬が最近どんどん出てきたので、えー、次の改定では、えーい、いろいろ変わることが予想されています。ラムシルマブというお薬がここに来たりですね、えー、ナブパクリータキセルから、まあえー、ニボルマブというお薬が入るということが言われています。この、えー、この辺はですね、フルオロウラシルというお薬、 とえー、プラチナ製剤という薬、こいろいろ薬の分類がありますけれども、こういったものが順番に一次治療、二次治療、三次治療ということで、進められる順番があ進められておあのかかるようになっております。治療においては効果とデメリットのバランスを評価して続けるかどうか判断します。で効果はですね、CT 検査などをして、えー 評価して副作用が強くないか問診したり採血したりおしっこの検査をしたりですねあと患者さんとよくお話をして評価します副作用はお薬によっていろんなものがありますこれはちょっと読み上げませんけれどもいろいろ薬によって効果が副作用がいろいろ全部違うということが言いたいのですが、まあ、そういったことを患者さんに実際にお話をしてですね副作用が出た時は対症療法 下痢をしたら下痢止めですとかね、まあ、薬を減らしましょう薬はお休みしましょうですが対応が遅れますと命に関わる副作用というのもあります発熱性高中級現象という場合は熱や喉の痛みで気がつくとされていますし血栓ができた場合は足がむくんだり息苦しいという方がおられます間質性肺炎という肺が真っ白になるような副作用もごくまれにありますので 咳が出たり息苦しさがあったり熱が出たりしたら病院に来てくださいねと水のような下痢が出たら早めに病院に来てくださいということになっております副作用が起きやすい時期はそれぞれのもので時期が概ねあります皆さんが大体気にされるのは吐き気どうですかっていうのを気にされるんですけどこの初期に結構来るんですね食欲低下倦怠感便秘っていうのは少し遅れていきます あとデータ上でしかわからない白血球とか肝臓腎臓肺のこととかのものは後ろに来るんですねあと口内炎とか皮膚の症状なども結構遅れてきます特にその皆さん気にされる吐き気については三大生徒剤というのがあって、えー、3つの薬が開発されて非常に多くの患者さんでは制御できるように なっておりますので吐き気で非常に困ったという人は減っております実際に、えー、多くの患者さんは通院化学療法ということで外来に通院していただいてやっているんですね初回だけ入院で投与してその後通院でしていただいてます事前に抗がん剤の回数の設定はなくて効果があれば続けていきましょうというのが実際です外来では看護師さん薬剤師さん 医療、えー、社会福祉さんなどとお話をする場も、えー、作ることができます。さあ世会病院では患者さんがおられましたらカンファレンスといって、えー、医者とお薬剤さん、看護師さんの集まりで治療の方針を決めます。そして患者さんに説明してご同意が得られましたら入院でまずしますね。その時薬剤師さんが訪問してくださいます。それになりましたら えー、受付をして採血をして待ってる間にがん看護外来というところで患者さん看護師さんとお話をすることも場を設けておりますで実際に医師の診察を受けて点滴の治療を受けるで点滴中に看護師さん薬剤さんとお話をすることもできますあと地域の先生かかりつけ医の先生と連携をするというのも進めています これは病院の様子ですけれども、このように看護外来もしておりますし、ここがセンターの表ですけど、こういったスタッフでやっております。薬剤師さん、看護師さん複数が非常に親身に担当、相談してくれます。こんな点滴室で点滴をしているんですね。これ看護師さんいますけど、まあ、少し日常の話をしたりということも、ここですることができるんですね。 専門看護師による看護外来、あと薬剤師さんの指導、まあ、点滴中に相談できたりとか、まあ、相談員さんと面談をすることもできます。あと、当院のがんサロンというところも作っておりまして、病院によってはそういう社交の場みたいなところも作っておりますので、そういったところを利用してです、ね、患者さん同士で悩みを相談し合うという場も探せばあるのではないでしょうか。 えー、胃がんのそういった治療をしていても、えー、症状がなかなかよくならない方あの食べ物が通らないような方もおられまして残念ながらそういった場合はバイパス人工肛門ステントといったことあるいは、まあ、サポートする方法として口腔内気や栄養指導、まあ、場合によっては放射線量とか麻薬とか。あ 歓などを工夫すすることがあります特に胃がんの方ではやっぱり食べれないということが心配でしょうから、えー、食べれるようにするための工夫これは胃の出口が塞がってしまった患者さんにステントという鐘の輪っかをここに入れてですね食べ物を通すようにしているんですがそういうことでやはりずっと食事ができるための工夫というのも適宜しておりますもう終わりになりますけれども 先ほど言いましたように胃がんのことになった時に大切なことですね胃がんのことや標準的な治療について正しい知識を得ることが大切ですそして実際のもし、えー、実際にあなたが患者さんでしたらどういう状態なのかは主治医によく聞きましょうそして、えー、相談相手がいることが重要です 患者さんと医師が実際はじゃ話しにくい先生もいるかもしれませんね。円滑なコミュニケーションもがん対策基本法でがん患者の置かれている状況に応じて本人の意向を十分尊重してがんの治療が選択されるようにがん医療を提供する体制の整備がなされることということが謳ってあるんですが医師患者さんが対話能力を向上させることが必要です。 お医者さん担当の先生と自分の病状をよくお話しすることができているでしょうか私の方ではまあがん患者さんの QOL 向上を目指したコミュニケーション技術研修会というのを医者,を向,けて医者向けに活動を時々やっておりますこれは医者の方の努力努力というかあのレベルアップなんですけれども患者さんはどうでしょうか 患者さんの方もですね、実際に私、何を聞いたらいいのかわからないという方もおられますね、質問促進パンフレットというものが、国立がん研究センターのホームページからダウンロードできます。診断面は何ですかとか、どんな方法がありますかとか、具体的な質問がこの冊子に書いてありますので、それを使ってメモを取りながら担当の先生とお話をするということも非常にいい方法だと思っております。 はい以上ですね、えー、いろんなことを言いましたけれども、えー、最新の情報、それから正しい情報を、えー、手に入れて、あと担当の先生とに聞きたいことをよく聞いて、コミュニケーションして、治療についてよく考えていくということをお勧めて、えー、しております。ごご聴ありがとうございました